ごきげんよう、ベルです。4月初旬の土日って特にホッとしますよね。そういえば皆さんの地域は入学式に桜は間に合いましたか？今もう結構葉桜になってますけど、私は先日代々木公園へお花見に行ってまいりました。花より自分中心のスライドショーなんていうのもアップしてますが、代々木方面へ足を運んだのは何もお花見をするためだけじゃなかったんですよ。渋谷に文化村ってありますよね。そちらの美術展を見に行ってきました。そう、広く深くのネタ動画、本日は美術館レビューです。今回見てきた展覧会は俺たちの国よし私の国さだです。浮世絵ですよ、浮世絵。今日ちょうど日本テレビのズムサタで特集が組まれておりまして、私が見に行った日、なんとインタビューというかテレビ撮られたんですよ。だからこの日を心待ちにしていたんですけれども、全く映ってませんでした。涙拭けよ。私はもともと西洋画が好きなので浮世絵ってあんまり興味なかったんですけど、前回のラファエル前派で美術館のアンケートに答えたんですね。そしたらなんと見事抽選に当たりまして、チケットが1枚無料になったんですよ。でこれはと思って行ってみたら、まあよかった。文化村については前回説明しているのでサクッといきますね。渋谷駅から徒歩7分ほどの場所にありまして、開館時間は10時から19時、毎週金土曜日は21時までです。会期中は無休なので美術展にしては行けるチャンスが結構あると思います。今回の展覧会の会期ですが、3月19日の土曜日から6月5日日曜日までです。ゴールデンウィークを挟んでいるので力の入れている展覧会ということがわかります。チケットはこちら、私はただだけど、価格を確認していきます。一般は1500円、大学高校生が1000円、中学小学生が700円です。浮世絵といえば歌舞伎を思い浮かべる方もいらっしゃるんじゃないですか。今回のオフィシャルサポーターは歌舞伎俳優の中村七之助さんです。音声ガイドも担当しておりまして、今回私は使用しなかったのですが、税込み520円で借りることができます。展示の内容に入る前に、私も全く詳しくなかったので一緒に前提知識を入れていきましょう。そもそも浮世絵ってなんだというところからなのですが、江戸時代の絵画ジャンルの一つです。簡単に言うとカラーの版画です。だから色使いがはっきりしている、そして大量生産が可能というところが特徴として挙げられます。浮世というのは現代という意味ですので、現代風の風俗画、つまり人々の日常の生活の様子や景色などを表した絵です。浮世絵って言ってみれば今のファッション雑誌、週刊誌、芸能人のブロマイドのような役割を果たしていましたので、江戸時代の庶民にとっては必要不可欠な娯楽でした。この点が西洋画とは全く異なります。西洋画は淡い色使いを特徴としていて、フランダースの犬でも分かるように庶民には手の届かない存在なんですよ。貴族が裕福の印として絵を飾ったり、宮廷画家というものが存在していたり、西洋画と浮世絵というのは文化を全く異にするということが分かります。浮世絵が存在するということは、それを描く者たちがいるわけで、これらを浮世絵師と呼びました。北川歌麿、葛飾北斎、東秀斎写楽、歌川広重あたりの名前は聞いたことがあるんじゃないですか。今回の展示のメインである歌川国芳、歌川国貞は浮世絵師最大派閥である歌川派に属する浮世絵師です。国芳は歴史、軍記物などに登場する英雄、豪傑、武将などを描いた武者絵、国貞は歌舞伎役者や舞台を描く役者絵で人気を博しました。武者絵の国芳、役者絵の国貞と呼ばれています。今回は170件、約350枚の浮世絵がボストン美術館からやってきています。なんで日本の浮世絵なのにボストンからやってきてんだって思ったので調べてみたところ、ボストン美術館というのはアメリカでも有数の規模を誇る美術館だそうで、世界各国の美術品を所蔵しているんですって。でボストンっていうのはかつてアジア諸国との貿易港だったということもあり、特に日本の仏教画、絵巻物、刀剣、そして浮世絵が多数所蔵されています。その数は日本国外で世界一を誇るんだそうです。納得した。それではいよいよ内容に入っていきますが、演出は一言で表すとポップ&フレンドリー。
まずはポップですが、これはさっきからチラチラ見せているパンフレットを見れば一目瞭然でしょう。今浮世絵調にして作った新たな作品と思えるほど保存状態がとても良いです。そしてこの鮮やかな色使いは見る者の目を奪いますよね。現在若い女性の間ではっきりした色使いのファッションって流行っているので、こういった人たちもターゲットに入れているのではないかなと思いました。実際報道番組でも長蛇の列、その中には若い女性がずらりという若い女性をターゲットにした表現がされていましたが、私が行った時には長蛇の列もなければ若い女性よりやはり年配の方が多かったですので、混雑状況等についてはまた後にお伝えします。次にフレンドリーですが、節々に浮世絵の短さアピールが垣間見えました。まず入り口は静電モーターの世界最新技術を駆使した大型ポスターがありまして、一見平面に見えるんですけれども、扇子が動いたり鯉が動いたりと現代との融合を感じました。展示の中に入っていくとまず目に入るのが CG の猫ちゃんです。これ浮世絵の猫なんですけれども、動いたかと思えば一匹一匹隣のオブジェに飛んでいくんですよ。この姿を見ると次見る絵っていうのがワクワクしますよね。美術展はだいたいテーマごとにいくつかの章に分かれているんですけれども、今回の美術展はそのテーマタイトルにカタカナでルビが振ってあるんですよ。例えばもののけ退治英雄譚って漢字で書いてあるものについてはモンスターハンター&ヒーローっていうカタカナ、今夜江戸女子姿と書いてあるものについては江戸ガールズコレクションなんてね、若干やりすぎて寒い感じもなくはないんですけれども、身近に感じられるっていう意味では間違いないですよね。お待たせしました。絵のレビューをしていきます。国吉国貞の対比が最高です。まさにね、俺たちの国吉、私の国貞っていう感じだったんですよ。私は特に俺たちの国吉が気に入りました。ダイナミックで力強い。例えばね、こんな風に浮世絵3枚つなげて鯉が暴れる様子を表現したりとか、骸骨、ちょっと進撃の巨人チックですよねを描いたりとか、これ実は水木しげる先生がガシャドクロという妖怪を描くときに参考にした絵なんだそうです。でもこれだけだとちょっと疲れちゃうじゃないですか。そこにね、国貞の繊細な役者絵、八代目市川團十郎、八代目市川海老蔵なんていう知ってる名前も出てきちゃったりして、花魁の艶やかな姿、いやー飽きさせませんね。そして国吉国貞は遊び心を持った浮世絵師です。パンフレットの表紙の国貞の絵ですが、この着物の柄何に見えますか？骸骨、ドクロですよね。しかしよく見てみてください、実は猫ちゃん、子猫ちゃんで構成されてるんです。一見怖そうな絵ですけど、こう見るとなんだか可愛らしく見えますよね。鼻緒の外れた下駄もまたドクロマークなんです。他にも七福神を全部合体させた絵とか、体は14人分なのに35人分の顔がある絵とか、人間の動作を動物にさせたりとかするね、ユニークなものがありました。そして国貞ですが、彼は言葉遊びが得意ですね。このパンフレットの絵ですが、よく売れそうという題名なんです。そうっていうのは人相のそうとかけているんですよ。他にも判字絵ってご存知ですか？例えば鈴の絵に目玉を描いてスズメって読ませる、こういった謎謎のようなことを歌舞伎役者の名前でやっていたりして、とても面白かったです。浮世絵はこれが誰でどんなシーンでっていうのが全部絵の中に書いてあるんですよ。だから日本史古文が得意な人は、あ、これ牛若丸ね、これ弁慶ね、あ、これなんとかのシーンねってすぐわかるので、そこも嬉しいですよね。これだけじゃ終わりません。最後の2幕目の8、アデモードスタイルという場所ではなんと写真撮影が可能です。これ日本ではかなり珍しいですよ。外国では結構有名な作品でもフラッシュさえたけなければバシバシ OK っていうところもあるみたいなんですけれども、日本はそういうの認めていないようですから、外国人観光客も意識しているのかなと思いました。ゴールデンウィークの混雑を予想して期間限定4月18日までなので、シャッターチャンス逃さないように。
混雑状況ですが、平日にもかかわらず混んでいる方だったと思います。見る作品によっては人待ちするという状況です。ゴールデンウィークにかけてどんどん混んでいくと思いますので、今のうち行っておくのが良いと思います。見ている方はやはり年配の人が多いですね。そして他の展覧会に比べると外国人の方が多いように感じました。やはり日本に来ている外国人の方なので、日本文化に興味があるということなのではないかと思います。作品に愛着が湧くとお土産が欲しくなっちゃうんですよ。今回はビームスや竹尾菊池とコラボしたファッショングッズや数量限定のぬいぐるみベアブリックなどもありまして、かなり力入れてるなと思いました。それでは私が購入したお土産を紹介します。オリジナルの袋はいいんですけど、これマチまでついてるんですよ。たくさん買うっていうことを予想してるんでしょうね。一つ目はおなじみクリアファイルです。国吉の作品ですね。インパクト大だと思います。でもこれ実は3連なんです。迫力満点。ちなみにこれどんなシーンかと言いますと、なんか姫君がねドクロを召喚してこいつに襲いかかってるみたいな感じだったと思います。裏はポップな色調ですね。このまま飾れそうですし、友達とかにお土産で分けてあげることもでき、まあ、これもらった人はよくわかんないか。2つ目はステッカーです。私美術展でステッカー買うの初めてなんですけれども、どうしても欲しい絵がありまして、それがこちら。落書きのような猫ちゃんです。ゆるキャラっぽくて可愛いですよね。実は赤塚不二夫さんのニャロメのモデルらしいんですよ。でもなんでこんなね落書きみたいなのがあるのかというと、実は幕府から浮世絵が一時禁止されていたような時期があったらしいんです。その時にこういう子供の落書きに間違われるような絵で描いておいて、なんだこれはって言われた時に、いやいや子供の落書きですよって逃げられるようにしていたみたいなんですね。このステッカー自体もこう色がはっきりしていてかっこいいですよね。お土産紹介は以上です。今回もアンケートを回答したから当たりますように。所要時間は2時間半は超えますね。さあみんな浮世絵を見て浮世を忘れよう。それではの前に、ベルリンの壁チャンネルは新しいことを広く深くをモットーに様々なネット動画を配信しています。今日の関連動画である美術館レビューなどは上のカードをクリックか、下の動画説明欄 URL から飛んでみてください。また今後どのような美術館をレビューしてほしいかアンケートを取ってみることにしました。カードを押す際に投票もポチッと押してみてください。そして詳しいリクエストなどはコメント欄でも受け付けております。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いしますね。それではまた明日19時の動画ではズムサタで放送されなかった私の一部始終をお見せいたします。スライドショーお楽しみに。それではごきげんよう。